まで、あれですよね、イメージを作り上げたってことですよね。全部が全部強いわけじゃないですよ。もう 俺なんかもう強い人たちがいるからその周りでわーわー騒いでるだけで。いや、本当に。ただなんか、本当にわずか2年ぐらいを駆け抜けて。半年です。半年ですか。はい、だから昭和48年の11月にデビューして、はい、49年のね、その4月の29日で。そっか。赤坂警察にみんな捕まった時に、はい、お巡りさんに、はい、ね、お前らが出てくると、ね、青山通り静かになってよかったんだけど、もうちょっとやりすぎたなって言われて。そしてある意味、その、あれなんですね、もう、やることやったから、じゃあもう終わりっていう感じだったんですか、うん、そうでしたね。で、その悟りの件で、ほら、みんな捕まったんで、あ、そうなんですね。うん、それで、もう、ね、もういいんじゃないの。はい、はい。武道とか何かやってたんですか。やってないっす、誰も。やってないっすね。すみんなバスケット部とか。みんな実践経験だね。やっぱり鹿の蛇腹見ると、みんなこう、やっぱり一服しちゃうぐらいの学校だったから、はい、やっぱりその互角イコール国士官ですよね。もう、そのイメージがね。だから、国士官の1年生、はい、1週間の時に、今日1年生は歩き舞台でね、来るからって、はい、あ、そうなのって。はい、日比谷公園のとこ、近くの上がったところにみんな並んでるから、はい、今日ね、はい、行くよ、行こうよって、はい、でみんなでバーって行って、はい、行くじゃないですか、はい、で近くは本当入っちゃいけないんだけど、そこバーっと入っていって、はい、上がって、はい、したら1年生が蛇腹でずらーっと並んでる、日比谷公園とかに、日比谷公園ずらーって言われる、はい、これでバーっとオートバイで着くじゃないですか、はい、みんなバーバーバーって言って、はい、もうおーす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 ってもうすごかったですよ。で、じゃあ行くぞってバーッと音が出る、はい、あの人たちはあとどうしたんだろうと思って、乗り物ないのに歩きみたい、はい、歩きみたい先輩戻ってくるの待ったらいいけどどっかで待たされてたんで、どっかで待たされたんじゃ巨大チームとしてもブラックエンペだったりとか、はいはい、スペクターっていうのがあったわけじゃないですか、はい、まあこれはこう、AK さんいる前ではちょっとあれですけど、はい、どうなんか、あれ言いづらいか分かんないですけど、はいはい、巨大チームに対してはどういう気持ちがあったんですか。羨ましいな、羨ましいな、いつもそうなんですね。そう、じゃあそこで負けないように互角と同じ形で人数少なくなってもそれと個体と別で、まあ、それでいつも戦闘隣中さん、あれもね、一つのスタイルだからね、そのね、作っとかないと。そう、連中戦闘機やあとそんだけの数がまたついてきますから、うんうんうん、そう、負けなくなる。互角のそのスタイルがその喧嘩においてこう優位性を発揮したってことなんですね。50人ぐらいだったっていうことが、うん、やっぱり少数精鋭で、だから100人いても喧嘩して100人でワーッといってもこのうちの100人のうちの例えば30人がちょっとバック踏むと、うん、行ってる連中もそれ見てあ、そっか、なるんです。腰が引けちゃいますよね。これが例えば30人が、はい、少なくても30人が全部でうわーっていくと、はい、この勢いでいくと、はい、もう30人が100人の力なんです。ああいう大きな喧嘩、はいはい、もうその違いですね。ただ有事たちが最後多いでやったような、うん、そこまでのさ、あそこまでの人数があるとやっぱりいくらって良くても、うん、80対ね、1500じゃどう考えたってね。映像が言ってたけど、スペクターその時車の中からあれ出してたって言ったよ。映像が言ってた、ちょっとあの牧場のフォークみたいに大きいのなんか藁をこうあれ出してきたんです。危ないですね。そういった俺の時、俺たちの時は薙刀でしょ。ああ、おっしゃってましたよね。お像の薙刀でも危ないですよね。本当だよね。最近になって当時の放送とかをこうオマージュしてるようなこうアニメだったりとか、まあ、ドラマだったりとかも結構今の若者たちが見てるようなところでこう、うん、結構人気が出てるんですけども、ね、それに関してはなんかどういう思いがありますか。それ見たことないから俺はちょっとね、あんまりこう答えられないけどね、やっぱり、うん、この俺たちのその40年50年のこの歴史でだいぶ変わったんだろうね。こうする、こうする、違うものになっちゃった。ねえ、本当に互角なんて、初代互角なんてもうルールがあって信号を無視しない、一般人になんかしないね、うん、で女の子を乗せない、はい、そういうのがあったんですよ、はい、信号しないでしょ絶対、はい、それは本当すごいですね、タクシーとか、はい、ね、そういう一般の車両になんかしない、これはもう本当に守ってましたよ。あ、それは私も守らせました、うん、ね、うん、
もうやるのは相手は暴走族だけだ、そう、それだけで。バイクが好きだったの？バイクはみんな好きでした、あの頃ね。うん、音がやっぱ好きになっちゃいますね。で、誰かがまたかっこいいバイク乗ってきたらね、はい、みんなでいいな、いいな、いいなって。なかなか買えるもんじゃないじゃないですか、はい、そうね。この薬とかさっき、はい、おっしゃってたよ。僕も一応あの集会的にはそれでもやってください。無罪、うん、あの我々はもちろんやってないし、まあ、まあ、ねやってる相手はね、あのこの野郎ってやっちゃうから、うんうん、だけど、はい、あの自分たちの中では集会中にはやるね、やる、うん、若い、まあ、僕らの年代とかは結構流行ってるんですけど、旧社会って言って、まあ、はい、結構その、はい、皆さんが乗ってたようなバイクよりはちょっと小さい400とか、その CB とかをみんな改造して、昼間こう乗ったりとかしてるんですけど、旧社会のメンバーなんか、この間、立山で僕一緒に走っちゃいました、旧社会と。え、あ、そうなんですか。ちょうど釣り行くんで、はい、ブーッとしたらもうすごいですよ、オートバイバーって、その中で一緒に走らせてもらっちゃって、車で。もう旧社会バーッといて、で、あ、お邪魔虫かなと思って、まあ、車で俺は横ついてたんだけど、はい、もう本当にフレンドリーに、はい。一緒に走らせてもらって、はい、すごく気分よく、でちゃんとみんなルール守って、はいはいね、やってるから、はい、あ、これならいいんじゃないかなとは思いました。じゃあそうです。タコを大事にしてください。あ、そうですね、バイクを大事に。で, ね、でも本当めちゃくちゃ高いんですよ、ね、だからもうそんな雑には扱ってないと思いますね、うん、本当に見解が強かった、はい、人は誰かいらっしゃいますか。そうですね、あの当時で喧嘩がかっこよかったのはやっぱり遠藤君、新宿の遠藤君、暴れ出したら止まらなかった自分の先輩の船橋理教さん、はい、これはすごかったですね。お友達だったんですよね、船橋さんも。遠藤君兄弟分、俺が印象残ってるのはその2人かな。あと喧嘩するときにほとんどみんなちょっともう万歳状態だったんで、 あまりにこっちがすごくて、あでね、名前も知らない、誰だかどこの誰だかもわからないけど、サソリとやった時のその中のメンバー一人はすごかったですね。わって俺たち5人ぐらいで行ったんですよ、ダッて。そしたら ロン毛のオールバックで、まだ覚えてる、革ジャン着て、それで5人俺たちなら、はい、とか行った時に一人ですよ、僕、はい、腹かーなーってやったら、あいつはかなりやるんじゃないですかね。名前もわかんないです、でも、わーっと5人で行ったんで、あいつだと、いい根性してんなと思って。それほど逆に言うと、告白に向かってくる人たちはいなかったんでしょう、ね、いなかったんですよ、本当に。さすりっていうのは川口ですよね、鳩ヶ谷、鳩ヶ谷ですよね、はいはい、そんな短期間に行くのも、要はやられて体制立て直して何百人も集めて戻ってこれるって、はい、だから結局合格を25人でやってるから全体はつけてるわけじゃないと思いますよ、はい、例えば、はい、ね、戦闘グループだけやったのか、はい、ね、はい、だからあの時に我々が120人ぐらいでしょ、はい、これで合格はそのうち半分なんですよ。仙台の方の獅子舞っていうのと、なんかそのグループの助っ人みたいだったんですよ、はい、うん、喧嘩になったら、これの本当はこっちのね、俺たちが助っ人に行ったところの喧嘩なのに、はい、これみんないなくなっちゃうんですよ、互角だけですよ、やってるのだから、ね、ちょうどサソリとやってるんですよ、はい、だからサソリはもう3倍以上いましたから、はい、人間が。そうするとサソリ側もサソリじゃないチームの人たちもこう、はい、合流してたって可能性もあるんですかね。と、そうでしょうね、うん、はいはい、当時の携帯電話がない中で、うん、その日のうちに何百人を集められないですよね。そうですよ、だから、はい、だから中の一チームをバッバッてこう合流して、だから昔の暴走族はぐれちゃうと、はい、集合場所まで戻ってこないとね、また会えないですよ。そうそういうことですよ、ね、途中で連絡取れないから集合場所も3つ4つぐらいは行けましたもんね。なるべくみんなとはぐれないようにね、でも例えば極悪なんてあのというステッカーあって、はぐれで1年で走ったらね、あっという間にやられちゃいますよ。あら極悪でなんやられちゃうんだよ、やられちゃいます。だそういうことないように、はい、もう絶対固まって、固まってっていうのはね、気にしながら、今の若い子たち
ねえ、普通に歩いたら不良なのかな、不良じゃないのかな、うん、ねえ、そう分かんないじゃないですか。我々の年代は不良、真面目な人、こうパッパッとね、分かるじゃないですか。だからもう時代が違うからそれは仕方がないんだろうけど、不良は不良、真面目な人は真面目な人ってなってたら俺は今で現代でもいいのになと思います。もうだって今変な話、ヤクザの人たちもヤクザに見えないじゃないですか。そうですね、昔はああこれかって、うん、ね、はいはい、すぐ分かったじゃないですか、はい、うん、なんかどの人が悪いやつでいい人なんで、いい人の顔してて悪いのか、うん、ねえ、そういう風な世の中になっちゃってるところは、うん、俺はちょっといつもね、なんか怖いなっては思うんですよ。若い、うん、若い子たちもそのやることが俺たちのね、この世代の悪さと、その悪さの悪さが違うもんね。そう、だからそう、なんでここまでやるかなっていうことが多いから、昔はね、エビケンたちもそうと思うけど、例えばその大人数の喧嘩じゃない、その学校同士の喧嘩じゃないけど、じゃあお前、ね、お前出せよ、こっちからもってタイマーあります、みんながいるところで、ね、でもタイマーで始まってバチバチバチっとやってね、ある程度のいいとこだったら、ああ、もうやめろ、もうやめろ、ね、うん、ほんでお互い認め合って、なんだよね、いいこと言うんじゃないかよ、ね、で昔はみんなちょっと憧れてるから、うん、じゃあ今日から巨大部になろうぜとか、そういうのが多かった、本当に。今はね、お前出してよ、いや出ましたら、こうね、みんなでやっちゃえっていうような、そういう感じが多いでしょ。よくえげつないですね。えげつない。こうやって YouTube に、はい、こう出てくださいよってお話は田中さんとか来たことってあります？初めてですね、です YouTube、こういう話は。あのテレビの番組では、あのスペクターのケゾウ君とか、あと2代目の後輩とかで一回、何人かで、はい、あのそんなバナナマンかな、はい、うん、そうで、あのいつもあれなんか対決なんですね、いろんなのね、はい、それで合格とスペクターの対決の、あ、いいんじゃないで一回出させてもらう、フジテレビ。互角はやっぱりですね、はい、その有名な、その伝説的なチームだっていうのは、はい、まあ、今の若い子たちでも、はい、もう知ってるぐらいこう YouTube とかで流れてるんですよね、はい、それについてはこうどう思いますか？なんかちょっと嬉しいですね。そうですよね、やっぱりな、はい、まあ、それだけこう時代を駆け抜けて半年間で、はい、まあ、言ってみれば東京のチャンピオンになったわけですからね、はい、だから一番こう、なんていうのかな、あ、互角や、ね、みんなでやってよかったなっていうのが、はい、その半年間しかやんなかった、はい、ことがこの50年も経ってからも、はい、結構取り上げられて公認されてるっていうのがね、すごく嬉しいですね。ほいで今自分もこうやってお店やってて、お客さんが来てね、もう本当に真面目なサラリーマンの方がね、え、憧れなんですよなんて言ってくれたりね、はいはい、あの不良少年もね、うん、捨てたもんじゃないななんて思ったりして、なんか地方からも、そうね、地方からも佐賀県の方から来たり新潟から来たり、そう DVD に出たんでそれ見て、ああ、そう DVD の方ですね、はいはい、だからもうね、そういう面では合格やっててよかったなって、その世間的には良くないですよ、良くないけど、そういう、そういう今振り返ってね、うん、ああやっててよかったなとは思います。あと、今ね、この年になって一番嬉しいのは、あの仲が悪かったスペクター、はい、CRS、はい、ね、加賀見慶三君、慶三君は俺はその時いなかったけど、慶三君拉致して合格のメンバーがね、やったことがあるんですよ、はい、そので、その時のね話を俺いたメンバーに、俺がたまたまいなくて、今はいなくてよかったなって思うんですよ、今仲良くさせてもらってるから。その時の慶三君は、俺これは言いたいんですけど、はい、あの人いろんなテレビでもカリスマという、本当にそうなんです。すごい根性あるらしいです、はい、あのその時にもう極悪の名立てる、だからね、今名前を入れた、うん、名前を入れたメンバーが慶三君をこう、はい、ね、はい、ぶっちめたから、はい、そうぶっちめたんですけど、はい、で、勝ち取り競馬からこう飛び降りろ、じゃなかったらスペクター解散しろってやったらしいですよ、はい、武田君は、はい、ね、いいよ飛び降りてやるよ、
でも本当に飛び降りようとしてからみんなが逆に合格をやめるとすごいですね。それで散々痛めつけたのに、一回も勘弁してくれとか、ね、うん、泣き言、一言もよ、最後まで言わなかったらしいです。だからやった人間が俺に、田中君、あれは可愛い削ってる人半端じゃないですよ。で、もうその当時から、ね、聞いてて、で、今大人になってお付き合いさせていただいてて、ケゾ君のいつもあの変わらないね、あのひょうひょうとしたスタイルで、ものすごいあの人はなんかやっぱりカリスマだなって、あの今でもあのスペクターが集まるのがよくわかりました。俺これだけはね、ちょっとね、今日寝るにあたって言いたかったです。同感です。ね、素敵な方です。ものすごい素敵な人です。あ、このお二方がですね、それだけもう絶賛するわけですから、うん、もう本当、うん、男の中の男なんですね。もうこのね、あの前の岩崎、湯川が岩崎とか、もうみんな素敵なね、人たち、うん、いや、こうやってお会いしていってもですね、本当にもう皆さん魅力的な方ばっかりで、まあ、本当に当時をこう僕もできればその時代に一緒に生きてみたかったなって思うぐらい本当に皆さん素敵な人ばっかりです。楽しかったですよ。はい、じゃあ今日は極悪の、創設メンバー田中優さんにいらっしゃってもらって、貴重なお話いただきました。エビケンチャンネルでした。ありがとうございました。ありがとうございました。土曜日に会おうぜ。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。とんでもないです。もうつまんない話ばかり。いやいや、すごい面白かったです。